こんにちは、アイユーです。今回は、シンステで滅法強い、ロリポップ味クッキーを使って解説していきます。シンステである、時の管理局ステージは、通常ゼリーもクマゼリーもいい感じに多くて、通常ゼリーやクマゼリーの数が強さに直結する、ロリポップ味の強さを引き出せるステージとなっています。ロリポップ味の能力は、クマゼリーを100個取得するごとにスコア生成となっていて、一見、通常ゼリーは関係ないように見えるけど、宝物のクマゼリーメダルを使うと、通常ゼリーをクマゼリーに変換できて、ロリポップ味の能力発動回数を増やせるから、通常ゼリーもあればあるほど、ロリポップ味が強くなるんだぜ。ロリポップ味はそんな感じで、ステージ上のクマゼリーの量で強さが大きく変わる、クマゼリー特化クッキーなので、他のステージだとあまり見かけませんが、地の管理局のようにクマゼリーが多いステージだと、ランキング上位に浮上してくるわけですね。ちなみに、ロリポップ味の能力は、先ほど言ったクマゼリー100個取得ごとに能力発動、以外に、常時発動している、クマゼリーに対する磁力も持っていて、自身の能力に必要なクマゼリーを集めやすくなる、常時発動能力も持っています。また、ペット能力は以前のアップデで改造されていて、一定時間ごとに回復とクマゼリーパーティーを交互に生成するんだぜ。それでこれは、ちょっとした話なんですが、今回の時の管理局ステージは、ゼリー回収がしやすくて、ロリポップで走る間のクマゼリーは全回収できそうなんですが、そうすると、ちょうど最後ロリポップの能力を発動しておられるんですよね。10個くらいまでなら取り逃しても発動できそうですが、発動したとしても生成されたゼリーをうまく回収できないので、もしかすると発動してもしなくても、大きくは変わらないのかもしれません。バトン前クッキーの能力で生成されたゼリーは、バトン後クッキーで取るとスコア0になっちゃうしね。ちなみに、このバトン前クッキーの能力ゼリーが、バトン後クッキーで取るとスコア0になっちゃう理由が、わかりやすい上に確かにってなるお話でして、クッキーの能力説明画面に、能力ゼリーのスコアが記載されてると思うんですが、あれって、よく見ると、例えば10万点のロリポップゼリーを生成するとすると、生成されたロリポップゼリープラス10万点、みたいな記載になってるんですよね。つまり、そのクッキーの能力に、その能力ゼリーのスコアを上げる効果が含まれてるから、その能力ゼリーのスコアを上げる効果を持っていない別のクッキーで取ると、スコアが0になっちゃうってことなんだぜ。これ面白い話ですよね。気づいた時になるほどなぁとなりました。ちなみに、ザクロ味はバトン後にゼリータックスっていう仕様の能力なので、バトン後のクッキーでザクロ味のタックしたゼリー取ると問題なくスコア獲得できます。例の1億点ゼリーなんだぜ。今強化されたら2億点ゼリーになりそうですね。スコア上限まで育てられたことないけども。ところで、ステージ的な、編成的なお話として、今回の時の管理局ステージは、ボーナスタイムがステージ中盤から終盤にかけて配置されてるので、クッキーによってはバトン前で入れず、バトン後で入ることになることがあるんだぜ。それ自体に問題はありませんが、他のステージと比較して、バトン前クッキーのスコアが低く感じることがあるので、それはバトン前でボナタイに入れてないから、ということですね。単純にステージによる稼げるスコア差みたいなものもありますが、時の管理局は稼げるスコア多めなので、それはあんまり関係なさそうです。ボナタイの話題になったのでついでに触れておくと、時の管理局ステージのボナタイにある生えてるクマゼリーは、オーブンブレイクの中でも一番スコアの高いゼリーなんだぜ。生えてるクマゼリーの基礎スコアは77,777点みたいですね。それもあってかここのボナタイで稼げるスコアはデカめですね。それで、今回の宝物編成についてだけど、最初の方に話したように、テディは今回のステージで強いので入れてて、クマゼリーメダルはロリポップとテディを活かせるから入れてるんだぜ。エンジンを入れてるのは距離を伸ばすためですね。普通に走ると足りないのもありますが、ロリポップで回収できるクマゼリー数増やせるので相性いいです。バトン後クッキーは、他の編成のバトン後であまり見かけない乗り味が使われていますが、これはロリポップのバトン後枠というのがレアな枠組みなためで、ロリポップはこのステージだとバトン前でダイボ2個しか取れないから、バトン後にダイボが2個残ってて、ペットの回復もアイテム生成と交互で行われるから、いろんなところで他の編成と、バトン後の様子が違うんですよね。それでその条件で噛み合うのが乗り味というわけで、ランキングを見ると、他には深海君主や黒ニンニクも使えるみたいですね。最近育ちきった深海君主を使おうかなとも思ったけど、やっぱり一番スコア出せるっぽい乗り味を使ってみたんだぜ。それで、黒ニンニクが使えるということは、多分、ホワイトゴーストも使えると思います。ピザ味も使えるのかな？でもピザ味使えるならランキングに入ってそう。何にせよとりあえず乗り味がベストっぽいんだぜ。そんなわけでロリポップ編成動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。